今日はストレート。ストレートです。もう今日から12月。でもまあそんなにね、冬って言っても寒いわけじゃなかったけど、そんな言うほど寒いわけじゃなかったけど、でもなんかまあやっぱ夜はちょっと寒いですね。タワーありがとうございます。12月初タワー、誰だ、パキ、ミトコンさん、ありがとうございます。ありがタワーです。朝嵐だったの、マジそれ起きてない、まだその時今日ちょっとゆっくり起きたから。結構ミトコンさん、ありがタワーです。ありがとうございます。どっちシステムがいいですか、ホワイトボード書き書きシステムか愛用作文システム選べるんかいって、選ぶ方式なんかいって。いや後ろに今もう名前書いちゃってるからなと思って。うん、最近寝落ちしてないかも私。元気でもあんま寝落ちすることないかも。あんますることない。なんか本当になんかコンサートの後とかだったらたまにやっちゃうけど、でも基本的にコンサートの後は、いやコンサートの後はやっちゃわないかどうだ、どういう時だろうな。でもあんまり寝落ちしないかもしれない。受験の合格発表、白が数字みたいってことこんなハート書いてないでしょ受験の合格発表でこんばんは。トコンさんがお任せだって。お任せ？迷うじゃん。どうしようかな。じゃあ愛用作文にしますね。トコンさんのいいお肉が食べたいな、糸こんさんのとトマトとモッツァレラチーズ今日食べました、糸こんさんのこう紅茶とコーヒーだったら紅茶派です、糸こんさんの12月20日はありがとうありがとうございます、ありがとうございます。紅茶とコーヒーみんなどっち派ですか。あは紅茶派、アールグレイとかそっちが好き、コーヒーよ。っていう謎のやつカフェオレ派、あんも今日カフェオレ飲んだ飲んだんかーいっていうね、飲んだんかーい。猫やカチューシャよく買うの？うん、買わないよ、全然買わないよ。普段普通に猫耳カチューシャ買わないですよ あ、でもお話し会で猫耳カチューシャ、パールの猫耳カチューシャなんですけど、やろうかな、やるばっかなってまだやるとは言ってないってツイートしてみたそう、あんなの頭から生えてくるかな、どうかなって、どうかなっていう感じです。やるとは言ってないよ。くまちゃん、加藤弟子さん、ありがとうございます。すべてはアンナさんの気分次第、ピーポーン。うん、タカピロ、いやクリスマスになってる、ありがたわです。タカピロ、ありがたわです。タカピロちゃん、ありがとう。タカピロのターン。
たまには猫耳もいいかもね。タカピロのカーン、確率的にはやる確率の方が高いです。タカピロのピーピーピー、ピアスは今日つけてません。タカピロのロッカーは綺麗に使いましょうです。タカピロありがとうです。タカちゃんありがとう。ロッカーはタカピロは綺麗に使っていましたか？私は、まあまあ綺麗に使ってたと。中学校とか特に整理整頓していた気がします。はい、小学校中学校、高校はね、高校もね、自分のロッカーは綺麗だったんですけど、友達と共同で使ってるロッカーは適当にやってたので、あのプリントを山ほど突っ込んでました。なんかロッカーがなんか空いてたんですよ。そうなので、そう、自分のやつと、あとなんかお遊びのもの入れてるロッカーと、あとなんかちょっと友達と2人でプリントを山積みにしているロッカーがあって、そう、あのプリント山積みで、本当にあの卒業とかなんか、なんだろう、学年が変わるときに大変でした。なんかもう紙だらけ、そう、テストとかも全部放置してた、その中に。そう、全部放置してってた。でも今イコラブのロッカーはあのね、まあ、てかなんか生写真とか入ってる、なんかそう、あ、なんだっけ、なんか誰かメンバーのやつとか、なんかたん、なんかよくわかんないけど入ってる。全部合わせて100点かな。言うね、お兄ちゃん。兄さん、いや、もうなんか何、多分生写真じゃないのかな、なんか CD で入ってた写真とかなのかな、そう、わかんないけど、そう、別にあのファンの方に生写真、あの届く生写真じゃなくて、普通になんかそういうやつが入ってる。まあ、たまに鍵がかかっちゃう、勝手に。そう。なんかね、別に鍵私たちかけてないんですよ、そんなね。そうで、なんかイコラブのロッカーとのゆみちゃんのロッカーあるんですけど、違って、種類がで、なんかまあイコラブのロッカーもともとあったやつで、のゆみちゃんのはそのまあ増えたから、また新しくね、違うやつ買ってるんですけど、でなんかイコラブのロッカーはまあ、別に鍵もつけれるんですけど、なんか番号の鍵なんですけど、まあ、別につけてないんですよ。そう、数字合わせるやつで、まあ、結構でかいんですけど、そうね、なんか、別にね、すぐ開けられるし、別に鍵閉めてないし、そう、でもなんか例えば第3のグループのロッカーが来たら、もうなんか居場所なくなるんですよ。で、そう、なんかね、マジで居場所なくなっちゃうから、どこに置くんだろうねってね、言ってたみんなで。絶対もうここには置けないよねみたいな。そのイコノエのレッスン場のロッカーのその更衣室みたいなところは、もうなんか物とか置いてるところはマジでね、今でもてか、もう20人以上無理なんですよ。まずもうイコノエ合同の日とか、マジでもうなんかもうわちゃわちゃでやばいんですよ、本当に。そう、めっちゃわちゃわちゃだから、違うところを開拓、なんかちょっと工事していくか、なんかどうにか違うところにロッカーを置かないといけない。ぎゅうぎゅうですね。何に入ってくるかわかんないけど、もうでも
空きがないから今ロッカーが、もうロッカーを置ける場所がないんですよね。だからどうしちゃうんだろうっていう。でもなんかね、なんだろうね、どうしたらいいんだろう。無理なんですよ。でも天井とかになる意味わからん。空いてる壁が天井そう、うん、床に埋めるかどっちかでも昔はロッカーに、そのまだのいみちゃんができる前はイコラブだけの時は、なんか最初はレッスンで教科書とか使ってた、辞典とかその教科書とかめっちゃプリントとかも使ってたから、そういうのを置いてたけど、今はそういうのはもう使ってないから置いてないけどね。そう、なんかアクセント辞典とかそういうのを声優アイドルとして勉強するために、そう、なんかそういう発声の教科書とか、そういうマジ学校で使うような感じのやつとかを置いてたんで、そう今はもうねロッカーに置いてないんですけど、そう、なんか靴置き場もレッスンシューズを置いてる靴置き場もあるんですけど、もうそこはマジぴったりなんですよ今。ぴったり23足入ってるから、うんね、マジぴったりなの本当に。なんか誰か今から一人でも置こうとしたら置けないぐらいにぴったりに綺麗に置いてあるから、どうなるんだろうね誰か肩一歩ずつになる足がフ遊び道具は一個だけ入ってる、ゴリラ人狼ゴリラ人狼だけ、ゴリラ人狼のカードゲームだけ私のロッカーに入ってる唯一の遊び物。それ以外はちゃんと入ってません。ゴリラ人狼23足か分からん、24足かもしれん、誰かがもう1足ぐらい置いてるかも分かんないけど。お菓子はあラムネ入れてるかも。なんかそのレッスンとかの時に糖分っていうかオリゴ糖を摂取したいくなるんですよ。だから集中力、なんか普通のレッスンとかやったらいいんですけど、コンサートのなんかレッスンとか、なんかコンサートのリハとかの時って集中力がなくなるから、なんかラムネ、そのオリゴ糖のラムネを結構よく食べるんですけど、とかなんかそういう、まあ、グミとかもあるし、そういうちょっとした糖分をパッて取りたいみたいな、食べる時間とかがあんまないから取りたいとかっていう時のためのなんかラムネとか、そういうラムネかな、でもグミはあんま置いてたことないかな、なんか溶けちゃいそうだから、そうなんかラムネは置いてる時たまにあるかも。なんかそういうコンサートのリハの時期になったら置いてる。でもそれ以外は特に、まあ、冬場とかはパーカーとかも入れてるかな、寒い時用に。そんな感じ。なんか持って帰ろうと思ったけど今日は持って帰るのやめたっていう風に思ってとりあえず入れたりとか。そう、私のロッカーにはゴリラ人狼とラムネが入ってる。靴は入ってないかな。靴は靴置き場に入ってるから。ラインナップ独特でしょふっかる愛情、
アイドルマルキンじいじにちゃんと書いてるじゃん、かわいい。マナムーンケーキありがとう。マナムのお祝いのしてくれ方がもう私のタイプすぎて、さすが分かってんなって思った。こんばんは、こんばんは、誕生日おめでとう、ありがとう。化粧品、化粧品置いてないです。ゆうまくんタワー、え、なに、なんか今日のタワーめっちゃ可愛いんだけど、これタワーですよね。ゆうまくんありがとうです、ありがとう。ゆうまくんありがとうです、ありがとうです。みんななんかな、画角が斜めっぽく見えるかな。別に斜めってはないんだよね、そんな。後ろがあれだから気持ち悪くないけど大丈夫。ゆうまくん誕生日おめでとうって、誕生日ありがとう、ありがとう、ゆうま。ゆうまくんのゆう湯船に最近はよく浸かるようにしているので、ゆうまくんもしっかりと使って体を癒してください。ゆうまくんの浮き輪を使ってお風呂に入ると溺れなくて済むよ。ゆうまくんの、まあ間違いなく邪魔だと思うけどね。謎のね、あゆ作文がね完成した。これは素晴らしい。今日あの私の中で結構最高、今日ってそんな言ってないわ、結構ここ数ヶ月で最高傑作の、あの私の中であゆ作文ができたと思います。です。ありがとうです、ありがとう。今日はワンピース、去年のやつ。去年の服です。去年も着てたよねこの服。まあよく着てる、よくは着てないか、普通。リサとお揃いの洋服、たまたま。ミルキーレインボースターありがとうございます。昨日だったけど誕生日おめでとう、りなちゃんありがとうございます。ケーキ食べきれん、そうだろうね、だって鬼でかかったもん。まだ4分の1も食べられてないんじゃないっていうレベルじゃない。え、四角、え、四角だっけ、なんか四角いやつじゃなかった、あれ違うっけ、あれゆうまくんじゃないっけ、なんかすごい豪華なやつだったよね、しかも特注みたいなやつじゃない。え、みんなのケーキ全部見たよ。みんなが、あの、ハッシュタグ、今もたんな生誕祭2021でつぶやいてくださってたケーキとか、なんか風船とかも全部嬉しかったし、なんか、アンズーで、あの、お祝いみんなでしてくれてるのとかも見たし、嬉しかった。え、よね、四角のやつよね。野球、カープのあれ着てるやつかな。見たよ、みんなの。みんなの見たよ。ありがとう。結構みんな、あの24っていう風船持ってくれてたりして、そう、でもその24のその風船持ってたじゃん。そう、ちょっと私あれに対してのエピソードがあって、まあ、ちょっとマヨラボで話そうかな。そう、あ、ヨッシーさんも見たよケーキ。どんなケーキ、ショートケーキのやつだっけ、違うっけな。あ、アキラさんのも見た。アキラさん、え、誰だっけ、なんかね、誰かね、誰か、なんだっけな、見たよ。でもアキラさんのも覚えてる。そう、でもやっぱ女の子とかの、なんだろう、女の子はやっぱ風船が多かったな。あと生写真をみんなこうバーって並べてくれてて、この方こんなに生写真持ってたんやっていうぐらい持ってた方とかいた。ショートケーキよ、すごいなって、よっしゃ当たった。だよね。え、あれあれ違うかな、有吉さんじゃないかな。なんかさ、端っこにも三角のケーキあった。あ、それ切ったやつか、切ったやつ置いてたのかな、え、違うかな。
そうで自分で作ってくれてた方もいたし、三角とか四角のケーキ食べてくれてる方もいたし、丸いホールケーキ食べてくれてる方もいたしとかでした。あ、リンカちゃんのも見たよ。見た。あ、ロールケーキ、そうや、ロールケーキや。ほら、いちごのタルト三角置いてたって。ミーワン、ミーア、ミーワンのも見た見た見た、覚えてる。ジージーあれでしょ、みんなで食べたやつでしょ。みんななんかあんず何人ぐらい、8人ぐらいおったかな、ちょっとわからん。プーテン、ありがとう記憶力すごい。やった、めっちゃ見てるよ、見てるよ、みんなの見たよ。あ、ゴスミさん、私のアクリルスタンドぶっ刺したでしょ。僕最初ゴスミって書いてあってさ、めぐみさんのことでしょ。私をぶっ刺したでしょ、あなた。違った、違ったら謝る。なんだっけな、バームクーヘンみたいなやつにぶっ刺した私を見てるからね、私ちゃんと。すいませんでしたってほらねレグルスさん、雪だるま、ありがとうございます。めっちゃ見たんだから、ケーキ、ケーキとかみんなのあげてくれてる画像とか。パトロール、パトロール、パトロールしましたよそう、結構みんなの見ましたよ。そして記憶をしたそう、だって前言ったよね、なんかなん言ってないっけ、なんかアクリルキアクスタのこと。毎年ハードル上がってる気がするリンカちゃんのやつとかもほんとおしゃれ、ザ女の子、おしゃれ、ほんとに。っていう感じで見ましたよ皆さん。でも嬉しかったです、あの、ありがとうございます。いろんなアンズーとつながれるきっかけになったって。おー、アクスタって刺すものなん、アクスタって置くものじゃない、スタンドに。それかキーホルダーとしてどこかにつけるものだと思ってて、私刺すものだと思ってなかったからごめんなさい。ちょっとどこに刺すのが正解なのか私は分かりませんはい、チェキと違って刺しても大丈夫、大丈夫かどうか分からない。スプーン代わりも聞いたことないタカさん、何それ、なんか金のひよこみたいな。ありがとうございます。あ、アクスタ刺すものって習ったんだ、へえー、そうなんだ、へえー、そうなんだ。だってみんな、まあ個人の自由なのでそれはダメとは言いませんけど、私は普通に置いてます。まあ冬だからといって鍋とかに入れないでくださいね、私を煮込まないでくださいね、鍋にぶっ刺したりしないでくださいね私のこと煮込まないでください。いや、刺さなくていいです、ルーちゃん今年と一緒で。マイカとアンナのアクスタ煮込まないで、それ普通に溶けて有害物質出るからやめときな。トロトロとじっくり煮込んで、丁寧にアクを取り出して、
青口に合いますようにと心込めましたじゃないのよ心込めなくていいからそこにはただ有害物質出て危ないだけだからキムチ鍋ならアクスタ入れても OK というちょっとそこがわからないです私、心込めなくても心込めてもどっちでもダメ。アクスタってアク出るんだじゃないんだよなんでちょうどこんな綺麗に歌詞が合うんだアク音に面白い、面白いな。マジ有害物質出るかやめてください。せめてまだケーキのがだったらいいか。丁寧にアクを取り出せばいいんじゃないんだよ違います、祝祭はこんな歌じゃない。でもさ、なんかだったらさ、もうグッズでさ、食べ物に刺す用のさ、なんかなんだろうね、そういうあるじゃん、お弁当に刺しますよみたいな、そういうの出したらよくない？なんかなんだろう、推し麺と推し麺ご飯みたいなそうそう、お子様ランチの旗みたいなさ、もうアクスタ、そしたらみんながアクスタをさ刺さなくなるじゃん。そうピック的なやつ、なんかイコラブピックみたいなのをさ、もうさ作っちゃえばさ、何の料理にでもさ、こうしかも結構持ち歩きを簡単なやつにしといてさ、ただどこでもさ結構持ち歩いてさ、どこでも推し麺と写真撮れますみたいな、ご飯ぶっ刺しますよみたいな、っていうのよくない？そしたらさ、なんか違う、アクスタはアクスタとして、そうちゃんとケーキとか食べ物に刺してもいい、お弁当用とかのやつだったらなんか可愛いさ、そうしたらいいじゃん。なんかそれこそ学生の子とかはさ、普通にただお弁当に本当に入れといてもいいしさ、それでそしてさ、なんかお昼お弁当開けた時にさ、あ可愛いコラボちゃんのグッズだってなってさ、ちょっとテンション上がるかもしれないじゃん。じゃあこれからアクスタ2つ買いますそうじゃないそう、お弁当箱、っていうかアクスタを刺したい人でもそんなに別にいないと思うよ。別になんかみんながみんなアクスタを刺したいわけじゃないと思う。でもなんかまあ刺したい人もいるからお弁当箱にアクスタだけ入ってるのはてんてんてん、それはただお腹が空くだけですみんな食べ物で刺すイメージあった？いいえ、それはね偏見ですわかる、日常で使えるグッズいいよね。私も結構、まあ、ライブとかで使えるグッズももちろん大事だけど、それってなんかまあライブじゃないですか。日常使いできるもの私結構好きで、なんか日常生活から感じられるじゃないですか、推し面を。そうだからなんか結構好きですね。なんかそういう普段使いみんなができるような、学校持ってったり会社持ってったりとかなんかできたり、まあお家でも使ったりとか、そういうのを出たらいいですよね。だからそんなイコラブっぽくもなく、ぽくっていうかザ・アイドルグッズっていう感じでもなく、普通に売っててもおしゃれだなぐらいで、でも実際よく見たらイコールラブなんだぐらいのが好き、いいよね。
レグルスさん、かわいい、ありがとう。私の顔がプリントされたお弁当箱欲しい？それは欲しいか？ちょっと私はウケる。アンナが飛び出すイコラブ危機一発。私じゃなきゃダメそれ。私のキャラ弁作っていい？って、まあ一回作ってみてもらっていいですか？じゃあ。ああ手遅れパーカーね、手遅れパーカーどこにあるっけ、どこにしまったか忘れた。アンナが飛んだら楽しそう、マジ。じゃあ練習、こうやって刺すさ、なんか剣があるじゃん、あれをなんかメンバーの顔となんかアクスターみたいなにして刺していく、メンバーで一番てっぺんは伊藤さん。伊藤さんがサビナにこうやってこうやってこうやって、あのアクスタみたいなメンバーの剣が刺さっ て飛ぶのは伊藤さん。言うと思った。私の脳みそバレてたっていうのはどう。いいかも。ボイス付き、アンナ、ナータン、ミニア、ショコ、ショコっていいね、ショコ、リサ、伊藤さんって。一生、多分一生生まれないグッズですけどね、それは。キララさん、ハートありがとうございます。1万円はしそう、どうかな。どうかな。数量限定で受注生産で。受注で。マグカップ、マグカップないっけ。あ、まあ、ちょっとあったか、何個ぐらい、2、3個あったよね今まで。マグカップ、コラボメンバーが出てくる、モグラ叩き、え、メンバーのこと叩くの、叩きたい私たちのこと。どうですか、生写真楽しみです。なかなかさん、ありがとう。なかなか届かないと思うけど。待っててね。ファンの方の名前を使ってちょっと変なことを言う。マジ私ってやばい子。コラボ専用の TikTok あんちゃん、 TikTok ってさあんたすごいよね。いっぱいコラボ出しといて。ゆきえちゃん、ありがとう。雪だるま、雪だるま、雪だるま、つくろ。なかなかギャグや、なかなかのギャグやろ。ぽわ。TikTok、 TikTok、 広がるの甘い香り。何イコラブーのってなんだっけ。最近 TikTok 楽しい、わかる。 TikTok ってさ、なんかマジでさ切りないよね。私見始めたら一生出てくんのよ、だからマジで沼。
マジでなんか人の睡眠時間奪っていくいい意味でも悪い意味でも。 TikTok イエーイとは言ってないよTikTok イエーイって言ってるけどね。そう似てる。そうマジ TikTok と YouTube とかはねマジで沼なんですよ。でもね、イコーラブメンバーあるある教えて。なんだろう、いっぱいありすぎてイコラブあるある、面白い画像が撮れたらみんなに報告する、イコラブあるある。キアラちゃん早くやりなさいってみんなが言う、イコラブあるある。なんかもう毎日やれてる気がする、キアラって。先にこれやってからやりなみたいなみんなにいっぱい、マネージャーさんとか、違うやろうと思ってたのって言ってる。瞳が面倒見てるから基本、瞳とかマイカとかが、キアラこれ何あれやったの、やってないねえ、ご飯選ぶ前にこれ早くやりなってみんなに言われて、マネージャーさんに先にこれやってっておもろおもろ、かわいいかわいすぎ、キアラこのサイン終わったの、この書き物全部終わったの、まだまだでなんか違うことし始めて本当に面白い、もうね面白い、一生このままでいてほしい、ちょっと面白いから。凪は言われないよ、何々したとか絶対言われない、一番に終わるもんあの子一番にやるから、もうやることをもう絶対にさ先にやって、なんか休憩する前に先にやってから休憩したするタイプ、マジで本当に誰よりも準備とかもめっちゃ早いし偉いあの子は。そう真逆にいますねあそこは。でも大体なんか例えば衣装に着替え始めるのも私と渚が大体初めにそういうことし始めることが多くて、そう私と渚が基本的に着替え始めて、そしたらみんながもうそんな時間みたいな、でも私となんか渚は早く準備してもういつでも出れますよみたいな状態にしてだらーっと結構してることが多くて、そうなので、ね、早くない着替えるのってよく言われるんですけど、そうでもまあ私たちが着替え始めたら、まあ、結構みんなも着替えるから、そう徐々に、そう そこら辺がいつも早く大体やるね、やっぱ早いメンバーと遅いメンバーはね決まってくるからね花も、花はなんかよくせかされてる、かわいそうああってフ面白いよマジで。大体決まっちゃうんだよねそういうの。焦ってる花、あーってそう
正反対マジで。ピンクエンジェル、11人11色焦ってる話。花はね、でも花と渚ってなんか転ぶんですよよくそう、花と渚はよく転ぶからなんか心配なの。でよくなんか足とかにあざが作っちゃうから、そう、なんかね、何もないところっていうとこもあるし、なんかちょっとつまずくんだよね、なんか下なんか足元のものにそう、なんかもう怖い、なんかヒヤヒヤする。二人が一番ヒヤヒヤする。うん、二人とも綺麗な足にこけた傷作るから朝を、うん、だからもうヒヤヒヤしちゃう。誕生日おめでとうってありがとうございます。今日そんな豪雨だったの私ね、ちょっと今日そんな朝早く起きてないから、私がした時はそんななんかイメージない。誕生日ショーは3日間なので前後なので、あと2日間誕生日ショーから変わらない。あ、夜中はねすごかった、それは覚えてる。うん、けどでもそんな分かんなかったかも。結構昨日早く寝たかも、すぐ早めに寝たからもう覚えてない。うん、雷全然全然覚えてない全然覚えてないです。ゴロゴロピカンだったん、全然知らない。え、全然寝てた、知らなかった。よく寝たみたいよく寝たみたい。私誕生日おめでとう、ありがとうございます。うん、熟睡してたみたいですね。そう、昨日は結構一日疲れちゃってたからそう、よーく寝た、快眠です。全然寝れなかった皆さんは今日いっぱい寝てください。24歳初日熟睡、はい、そうです。夢も見てない、覚えてないかも。ってことはちゃんと眠れてるってことだよね、夢見てる方があれだもんね。
どんぐらい寝たかな。あんも8時間ぐらい寝た気がする。なんかでも寝れる、なんか家だと前だけど、なんかホテルとかでも寝れる日と寝れない日があるんですよね。めっちゃ全然寝れる日と全然寝つけない日がある。なんかね、イコノイフェスの前とか全然寝れなかった。そう、なんか腰痛い今。なんで、なんでだろう。バランスボールのせいかな。バランスボールかな。なんか腰痛いんだけど。緊張してたんだと思う、本当に。イコノイフェスの前は。そう、バランスボール。バランスボール乗ってた。バウンド。別にそんな腰痛いわけでもないけど、なんか疲れる。疲れた腰が。久々に乗ったからかな。そう、緊張するとね、やっぱ寝れないよね。そう、なんかちょっと疲れたマジで。バランスボール、バランスボール疲れたから、ちょっと一旦、うん、なんかね、今疲れたって思ったらもう本当に疲れちゃった。膝立ち配信膝立ち配信して。分かった。顔がすごい、下から上から撮ってるから顔がすごいんだけど。分かった。ちょっと一旦座った。一旦地べたに座っといた。疲れたから。下げた。肘置きができた。肘置き、ほら、これいい。あ、これがいいね。誕生日おめでとう、おっちゃん、ありがとう。バランスボール休憩。空気抜けてなかった。アイドルっぽい、わらって関西マンさん。アイドルなんよ、一応。一応ね。あ、眠たくなってきた。ゆしさん、くまちゃんの飾りありがとう。寝るよ寝るよ。おやすみ、とぼる弁当箱。10秒寝てみて。寝たよ。逃避配信。
今日は新しいアイラインを買ってマスクも買った言うことなくなって今日買ったものを報告してみた今日帰りに買って帰ってきたものでも報告しておいた。あとフランフランにこの前行った。またでもなんか全部欲しいけどなんかどれが自分の中で欲しい優先順位かが分からなくて何も買わずに帰ったそう、なんかマスクあのさ何ひだがあるやつじゃなくてのやつあるじゃん。それをのベージュが欲しくて、そしたらねまああったから、でもなんかでかいかなって思ってサイズが分からなくて、まあ買ってみようって思って、いやウレタンマスクではなくて、そうでもいい感じそうなサイズだったからよっしゃって感じで、しかもなんか一個一個袋に入ってるやつだから洗って使えるやつじゃなくて、そう一個一個袋にちゃんと入ってて持ち歩きも便利だからめっちゃいいやんって思って、そうフランフランでフラフラして帰ってきた。正解そう預金後だった。なんか逆にマスク大きいやつをつけちゃうと顔が大きく見えちゃうんですよ、なんか嫌でだからでもさ、なんか たまにさ最近さそのいろんなところでさ、なんだろうな、お店とかでそのマスクとかいただくんよね。なんかなんだマッサージ、顔のマッサージとかさ行ったりとか美容院とかでもそうだし、結構さもらうじゃないですか。でもなんか結構でかくて、でもそれは多分本当になんか結構顔が小さい人がとかそういうなんか小さい人大きい人関係なく、基本的になんか多分女の人はやっぱ女性用とかあるじゃないですか。だから女の人は基本的にほとんどの方が絶対大きいんですよそうだからこの前はそういう自分的にちょっと使わないなっていうマスクはあのまとめて広島に持って帰ってパパにあげた。隙間みたいなのができたら意味ないからさ。そうでもそれはなんかアイドルよりアイドルの子たちには大きいんだねとかそういうことじゃなくて、あの人間多分女の人大体みんなそれはでかいだろうっていうそのレベルのやつ。あいかちゃんにじゃあお風呂一緒に入ろうって言っといて、あん言っといてふっ懐かしいね、マスク不足だったあの頃が。今やどこにでも売っちゃってますけどね懐かしいねあの頃が。売ってますよ、ありがたい世界ですよね、そう考えたら。だからさ全部がさ懐かしい当たり前じゃないんだよね、こうやってマスクがあることもね。洗って使ったり布で
マスク作ったりとかね、あったもんね。オーディションの時の話、あ、時じゃない、オーディションの話。でもオーディションの話なんだろう買い占めダメ絶対ね、あもマスク手作りしてたよね、配信で作ったよね。しかもめっちゃ適当に作ってたよね私。懐かしい、そんな時期もありましたな。ねえ、でも本当にちっちゃい子とかでもね、子供のちっちゃい子とかもあれだし、やってるし。アルコールも、うん、でもマスクはなんかいいって思う時と嫌だって思う時がある。あ、ティッシュもなくなりそうだったね。検温、検温も日常になったもんね。体温計も不足した、うん、もうねいっぱい不足してた。懐かしいなあの時期。特にね、東京とかの方がスーパーにも物がないところが多くて、そう、家族になんかスーパーの写真を送ってた。見て、何もないってしたら、えーって、こっちはもうちょっと全然あるよみたいな。なんか食べ物もあんまなくて、こんなことあるっていうぐらい、なんかお店の中がカラカラに空っぽなの。懐かしい。ね、カップラーメンとかも売り切れて。ねえ、パンデミック。全部売り切れだったよね。一番足りてないのは接触の機会です未だに足りてないやつ。教科書載るよね絶対。薬局に行列できてたの懐かしい。確かに、まあまあ並んではないな、薬局に。どこにも並んだ記憶はない。誕生日おめでとう、ありがとう。こんばんは、モカさん、モカこんばんは。みんなと会ってお話ししたって思ってるから、オンラインお話し会だけど、なんか会った気持ち、うん、仕事以外ほぼ家にいた、うん、なんなら一時期は仕事もオンラインだったから家にずっといたよ。何してたんだろう今思ったら、あの頃ちょっと記憶がない何してたっけ家で。なんだっけな、私の、なんかこんなに毎日家にいて何してたんだろうって思ってきた。うん、トワイスさん踊ってたけどさ、でもそれだけじゃないじゃん、
ショールームしてトワイスさん踊って、あ、部屋の模様替えしてた、してた。次は足がしびれてきたよいしょ、懐かしい。いや、料理結構してたかな。懐かしいわ。そう、あんなにね、だって2ヶ月ぐらいかな、マジで毎日家にいましたもんね、本当に。なんかどうしてもの仕事の時だけ車の迎えに来てくださって、スタッフさんが行ってもうサッとやって、もうでサッと帰るみたいな、ほとんどなかったけど。すごいよね、あんなに、あんなにも人間が外にいない日があるなんて。ソーシャルディスタンスで写真撮ってた。まあ今でもそれはある時はあるけど、まあ、イコラブのメンバー同士とか、イコの日とか、その普通にそういう関わってるだとあれだけど、他のグループさんとかとの接触がなくなって、もし共演者さんと撮るってなっても、ちょっとはねやっぱ離れてるし、メンバーとも一時期は距離は空きてたね、空いてたけど、楽屋とかもなんかアクリル板があったりとか。アクリル板は見慣れたね。ご飯屋さんとか基本どこでもあるもんね。最近アクリル板破壊されてるとこ多く見かける。わかる、なんか多分さ落ちたりするじゃん、机に落ちたら、それでさ絶対これ割れてるでしょっていうアクリル板が増えてきてる気がする。なんかお店とかでもさ絶対これはちょっと割れてるじゃんみたいなないそう、なんかテープでそう補修されてたり、普通に手で当たっちゃったりして落ちるんじゃない、わかんないけど割りやすいね。アクリル消費がすごいね。わかる、透明だからね空間把握できないよね。アクスターで続けてる、確かに等身大アクスタ、アクリルがめっちゃ必要やん。でももう12月にさでもなったってことはさ、もうあとちょっとで2週間で発売日、
お話し会ももうちょっとあと25日始まりますね。リリースクリスマスお話し会リーダー就任5周年、おお5周年5周年5周年4じゃないだよね4周年だよね 4周年だよね。リコラブがだってリコラブがあれこの前4周年になったからって思って4だね。4周年5年目に突入。12月9日じゃあリーダー就任配信しようかな。何もすることないけどでも別にすることないすることない。就任しましたーって言って終わり12月9日もうちょっとか発売まで楽しみだな。12月15日でもみんなはザ・フィフスのことしか知らない。何も他情報フィフスに対しての何の情報も分かんないよね。私も知らない私も知らないまだ CD とかも見てないし。何も知ってることはない知ってることはただ一つ、いい感じ何がだよ知らん、わしゃ知らん。東大生も知らんし、日本人も知らんし、世界中の人みんな知らん。私も12月15日発売ってことは知ってる。ザ・フィフスってことも知ってる。それまでしかわからない。僕らの制服クリスマスのアフターソング、私たちメンバーの成長とともに書かれた楽曲
ってことしか知らない。10枚目シングルザ・フィフス。でもね、ザ・フィフスってね、全部息が漏れるの。ザ・フィフス、ザ・フィフスザ・フィフス。ザ・フィフス、ザゴス、ザゴスは言いやすいけど、なんかザゴスっぽくないんだよね。確か楽曲がさ、なんかそんなのなんか、いやゴスゴスみたいな曲だったらザゴスでもいいんですけど、そうなんですけど、なんかあんま別にゴスゴスみたいな曲じゃないじゃないですか。だからザゴス感ないんだよね。なんかゴスゴスみたいなさ、なんかもっとなんか強い系の曲とかだったらいいんですけど、別にザゴスって呼んでもなんかザゴス味がないんだよね、正直。だけなんかザゴス感ない。やっぱザ・フィフスね。言いたいことはわかるでしょこんなに素敵なクリスマスソングなんだもの。あ、言っちゃった、クリスマスソングってことは。キャで、女がそんなショールームで大事な情報漏らしてなんて拡散しないで。だって漏らしてないもんみんな勘違いしちゃうじゃん。でこの前メンバーで話してた、でもさ、あんなすごくないみたいな言われたよ。毎日やってんのに、4年間毎日やってるのに全然なんか炎上したことないよねって炎上したことないよねって褒められた。なんかやらかしたこともなくないみたいな。別にアンナがそんなそういうやらかし発言したっていうのない気がするみたいなって。うん、そうだね、特にみたいな。で別になんか毎日やってるから割合が高いじゃん。なんか謎にそこで褒められた。別にでもイコラブメンバー別に誰かがそんなに大事なあれはないけど、慎重に取り扱っておりますので。でも本当にマジで危ないのが、あのレコーディングとかをした日とか、なんかレコーディングする前の日とか、なんだろう、楽曲が来た日とか、ずっとやっぱ覚えるために歌ってたりするじゃないですか。そう、マジで本当に悪気なく無意識に歌いそうになるのよ。やっぱり歌ったことはないし、別にそれでごまかしたこともないけど、どうしても本当に悪気がないのに歌っちゃいそうになるのよ、マジで。そういう時はめっちゃ気をつけてるかも。あとイコノイフェスの時の前とかに、ノイミーちゃんの楽曲を練習した後だと、普段別にノイミーちゃんの楽曲を歌うっていう
のあんましないじゃないですか配信で。そうだけどなんかなんだろう、そこで私が急にのえみちゃんの曲を歌ったらなんかやるのかこの曲をって思われるかなと思って歌わないようにしてた、わざと。あんまりてか歌自体をそんな歌ってないから。そう、ガリガリ君ガリガそう深読み対決しちゃうから。足しびれたからそろそろ終わろうかな。だって足がもう本当にしびれた、あ足がしびれた。みみみ、あ、いい香り。あ、まだここに置いちゃってた。みみ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 やてん、きき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 やてん、ララ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 。ということでそろそろ終わりたいと思います。 Dancing through the snow in a one open sleigh, how the feelings go, laughing all the way, there's no more daddy, make his feelings fly, that the east light and sing a snake song tonight, jingle bell, jingle bell,Jingle all the way, all our fights and try the one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All our fights and try the one-horse open sleigh. Hey, I saw mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. She didn't see me grieve, that the stars have a view. She saw that I was stuck up in my bedroom fast asleep. Then I saw mommy take Santa Claus underneath his precious snowy white. Oh, what a laughing, a happy this I have only seen. Merry kissing Santa Claus last night. Yay. クリスマスの楽曲だけ英語で歌える。アンがこんな歌とったら絶対適当に歌ってるって思ったでしょ。結構ちゃんと歌ってる。意味はもう忘れた。And so I'm offering this simple prayer to his brow and to night into also easy say many die many wear Merry Christmas toなんでセンキューかけなかったか教えてあげようか。マジでセンキューはかける。ただの焦り焦りです。
という謎のね、謎のクリスマスソングを歌ってお別れです。13位がマナム、12位がゆけいちゃん、11位がジッスン、10位がユーシスさん、9位がセイタ、8位がゴスミさん、7位がユカリン、6位がトモ、5位がレグルスさん、4位がタカさん、3位がユーマくん、2位がイトコンさん、1位がタカピロです。ありがとうございます。間違えて消えた。1人目ホワイトマンバさん、2人目タダラムさん、3人目加藤デスさん、何人だ今日は、今日は7人ぐらいいく。4人目リュウさん、5人目スケサブロウさん、6人目フミさん、7人目ヒロさんです。ではじゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんチョキ。おやすみ、おやすみ。とボールベッド箱、バイバーイ。